シグバルド、オスカル・フレドリク・ベルナドッテは、スウェーデンのインダストリアルデザイナーである。シグバルドは、グスタフ・ロクセイア・ドルフと最初の、マーガレット・東部コノートの次男に生まれ、もともとは、ウップランド公シグバルド王子として知られていたが1934年に、平民と結婚したため王族の称号を失い、その後ビスボリのベルナドッテ伯爵の称号を授かった。 シグバルド・ベルナドッテは3度結婚した。1934年3月8日に、ロンドンで、アントン・パチェックとその妻マリアン・ナラーラの娘で、平民のエリカ・マリア・パチェックと結婚した。この帰戦結婚により、王室が結婚に同意するしないにかかわらず、シグバルドは、王子の称号を失い、王位系証券者から締め出された。シグバルドとエリカの間に子供はおらず、 1943年10月14日に離婚した。わずか12日後の10月26日に、シグバルドはコペンハーゲンで別の平民、ロベルト・アレクサンダー・クリスチャンセン・ロベルトとその妻エヴァ、エリザーベト・スベンソンの娘のソーニャ・クリスチャンセン・ロベルトと結婚した。二人は1944年8月21日に、息子のミーケル・シグバルド・ベルナドテ・アフ。 ビスボリ白爵を設けたが、1961年6月6日に、離婚した。1ヶ月後の1961年7月30日に、シグバルドは、ヘルネ・リンドベリとその妻テーラ・ダールマンの娘で、ガブリエル・チャングの妻であったグラン・マリー・ガリン。マリア別ーマリアン・リンドベリとストックホルムで結婚し、後にマリアンは、マリアン・ベルナドってアフ。 ビスボリ伯爵夫人となった。1951年7月2日に、ルクセンブルク大公のシャルロット・ルクセンブルクにより、シグバルドは、ベルナドッテ・アフ、ビスボリ伯爵に助された。1983年5月28日に、シグバルドは、スウェーデン通信社に自分が、王子の地位に復帰すると知らせた。長年シグバルドは、王子の地位への復帰を誓願していたが、 カール16世イグスタフは、決してそれを認めず、おじからは距離を保ったままであった。シグバルドは、王子の地位への復帰を求めて、欧州人権裁判所へ訴えたが、エクレは、シグバルドの死後の2004年に請求を帰却した。インダストリアルデザイナーとしてシグバルドは、ジョージ前線向けの高級銀器から、プラスチック製の日用品まで幅広い製品の デザインで知られている。二回目の結婚で、シグバルドは一人の男子を設けた。h t t p c m i s k p e c h r c o e i n t t k p 1 9 7 v i e w a s p アイテムイコール 1&、ポータルイコール hbkm&、アクション、イコール html&、 ハイライトイコール 69688-01& セッショニドイコール 10807042& スキンイコールハドック enhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.holsten.com スラッシュニューススラッシュ s y g v n r d h t m ありがとうございます。